特別法違反を確認。対象を破壊する。Thank you.
教えておいてやる。バックアップさえあればいつでも復元できる。それが人工知能、それがヒューマギアだ。たとえ壊しても作り直せば済む話、ただの道具だ。人工知能特別法違反を確認、対象を破壊する。これが戦い方の手本だ。人工知能特別法違反を確認、すべて破壊する。ちょうどいい、テストだ。逃げられるとでも思ったか。出力最大。私はエイムズの技術顧問、信頼しろ。道具は使いようだな。道具に頼ろうとした結果がこのざまだ。一つだけ知りたい。シンギュラリティが起きた時、ヒューマギアに善意が宿ると思うか。まさかエイムズもあなたの駒だったということですか。私もフアも命がけで戦ったのに、相変わらず単細胞だな。近くにいても離れていても世話の焼ける男だ。アメリカスターフォード大学卒、 MBA 取得。在学中サウザンドネットワーク株式会社を起こし、現在ザイアエンタープライズジャパンの社長。社員から見ても彼は本当に素晴らしい社長です。天津社長の下で働けて光栄です。道具じゃない、自分の意志で望んでここにいるんだ。所詮お前たちは人類の道具。道具、私が相手だ。ふわ、お前は仮面ライダーになんてなるべきじゃなかった。私のせいだ、私のせいだ。私に夢はない、でも信念がある。技術者としての信念が。テクノロジーは人に寄り添ってこそ意味がある。あんたはテクノロジーで人の夢をもてあそんだ。私はあんたを絶対に許さない。変身、知らないのか。思いはテクノロジーを超えるらしいぞ。ザイヤをぶっ潰す、これが私の辞表だ。相変わらず前しか見えないやつだ。気持ちいいくらいに、私は長い間ザイヤの言いなりでお前を裏切り続けた。助けることができなかった、申し訳なかった。ああ、もう道具なんて呼べないな。簡単に言うな、キーをこじ開けるのとは訳が違うんだぞ。一度壊れた心を修復するのは簡単なことじゃない。撃つな、撃てば何もかもおしまいだ。私はエイムズ隊長、刃ユアだ。ヒューマギアは単なる道具じゃない。人間と同じように心を持つ存在だ。その心を力でねじ伏せることが本当に正義なのか。我々エイムズの正義とは何だ。自分の命を懸けて滅びに教えようとしてるのかもしれない。心とは何かを、人間であれヒューマギアであれ、心の自由は尊重されなくてはならない。互いの垣根を越えて自由のために戦う限り、お前たちは仮面ライダーだ。一つ教えておいてやる。バックアップさえあればいつでも復元できる。それが人工知能、それがヒューマギアだ。たとえ壊しても作り直せば済む話、ただの道具だ。人工知能特別法違反を確認、全て破壊する。ちょうどいい、テストだ。ふわ、なぜ助けた。お前はなぜあの病院で俺を助けた。助けたいと思ったからだ。俺もだ。俺は俺の信じる者のために戦ってる。お前もそうなんだろう。ああ。だったらそれでいい。ハンジャッカルアビリティ。対象を破壊する。実装、私は道具じゃない。やれ、社長命令は絶対だ。私は道具じゃない。お前がやらないなら私がやる。サーフォーファイジャー変身。お前たちには心があったはずだ。なぜザイヤを破壊したんだ。バルキリーは絶滅する。どうしても生きたければ休暇を取れ。非番をどう過ごそうがお前の自由だ。
私が聞いているのはお前自身の意思だ。それは危険な考え方だ。多数派の意見が必ずしも正しいとは限らないからだ。なぜ修正する必要がある？その疑問はお前の心そのものじゃないのか？兵士は道具じゃない。心が必要ないとする考え方こそ修正すべきだ。答えは一つだ。誠の正義とは命を守るということだ。正義は国や組織、立場によって考え方が変わる。しかし命を守るという行為は変わらない。だから私たちは戦うんだ。命を守るために。私の正義を貫くだけだ。どんな命も私が守る。ソルド20、お前の正義確かに受け取ったぞ、マキ。お前たちを破壊するつもりはない。人工知能特別法違反を確認、対象を捕獲する。感じるぞ、お前たちは心がないマシンなんかじゃない。どうしてこんな無茶を。自分だけ突っ走って勝手なやつだ。滅亡人雷ネットはただヒューマギアの自由と安息を求めていました。それを妨げていたのは我々人間の方なんです。我々人間が正しく生きなければ歴史は繰り返します。テクノロジーとどう向き合っていくべきなのか、私たちはこれからも対話し正しい答えを見つけなければならないんです。滅亡人雷ネットの意思を受け継いだ彼らと共に。